お疲れ様でございます。のどごし先生ことのぶちです。今回はレイン、ダウンロード専用ソフトですね。 PS3 から出てる、前々からこのソフト気になってたんですけども、今回ね体験版が出てると聞いたので、ちょっとねレビューしていきたいなと思います。それではスタートです。ニューストーリー、スタート、ニュースタート、ストーリーですね。操作説明、方向機左スティック、もしもあの世に迷い込まなかったら少年はまだそこにいたのかもしれない。熱が下がったらサーカスに行くはずだった。そしてあの雨が降り出した。その雨は透明な少女を連れてきた。二人の視線が重なる。彼女の瞳が何を訴えているのか、その時は分からなかった。雨で浮かび上がったのは少女だけではなかった。その影は少女を追っているようだった。少年も雨の町に走り出した。角を曲がり現れたのは夜へと続く光の扉だった。二つの影はその扉を通り抜ける。そして少年も入っていく。あの夜やと。そこは冷たい雨の降る夜の街だった。建物の隙間から雨が街を濡らす。そして少年の失った姿を映し出していた。路地の真ん中で少女を探しているようだ。異形の怪物は少年の方へ振り返る。しかしそこに少年の姿はなかった。屋根が雨を遮り、少年の姿を隠していた。怪物は再び少女を探す。恐る恐るかざした手が空中に浮かび上がる。
少年は理解した。自分も姿が消えていることを。突然雨の中に音がした。二つの視線が音を探る。少年は走り出す。少女を助けるために。なぜそこにいるのか、なぜ姿を失ったのか。少年は答えを求め、少女の後姿を追う。後ろ姿ですね、すいません。それ違う二人の雨だけが見守る物語。キャプチャー1、夜と子供たち。というわけで、随分長い、冒頭シーンが入りましたが、これはもう今動かせるんですかね。ああ、動かせますね。これが、あ、やっぱバツが B ボタンなんですね。はいはい、バツが B ボタンってどういうことでしょう。PS3 でやってるんですけども、バツボタンがジャンプってことですね。で、四角、丸、三角、いろいろでボタンを押して操作のやっておりますが、視点操作とかはないみたいですね、今のところは。いやー、すごいなんかこの世界観に引き込まれるようなゲームですね。お、なるほど。これは要は登っていけっていうことでしょ。少女の姿はすぐそこにはなく。あ、なるほど。バツボタン、ジャンプと一緒に押すと登れるんですね。少年は一人、夜に取り残されてたのだ。へぇ。少年は一人、夜に取り残されてたのだ。あ、なるほど。あ、これ、バツボタンを押せなくても普通に行けるんですね。へぇ。時代背景的に今、現代ではなさそうですね。これはジャンプしていけってことだよね。なんか少年のなんかこう透明なんですけど、なんかこうキャラクター性が出てていいですね。はい、どういうことなんでしょう。ジエンドということで申し訳ございません。多分ジャンプしなきゃいけなかったんでしょうね。すいませんね。もう一回ちょっと初めからやります。要はジャンプしていきなさいっていうことね。これ走ったりはできない。あ、できるんですね。四角ボタンでこれ走れるんです。こうやってね。これで、ちょっとタイミングですね。ここからジャンプ。あ、走ってジャンプすればよかったですね。ソニーコンタ、コンピューターエンターテイメント。これ多分普通に落ちても大丈夫そうですね。大丈夫ですね。で、これどうするんだろうな。これでこっちに行けってことですかね。それともこっちに行けってことですかね。え、雨が映し出す透明な世界の物語。レイン。ああ、いい曲流れてますね。あ、なるほど。こっち側に行けるんだ。あ、やばい。俺、もうこの世界観に入り込んでますね。雨の届かない場所。そこでは完全に姿を失った。あ、なるほど。少年が今、本当映ってないんですね。ここでジャンプしてるんですけどね。わかんないですよね。へー、面白い。あー、これはちょっと買いますわ。普通にやりたいもん。ダウンロードで2000円かかんなかったはずなんですよね。いやー、これいいね。ちょっと表現があれですけど、もう本当の独特なゲーム。なんかジブリとかそういったゲー、あ、何、そういったなんかこう表現してる
のよりもなんかもっと立体的で、うん、いやすごいじゃないですかこの雨の表現、うん、水の表現ですね、うん、あ入れるんだすごい、うん、あ雨が降ってないと映、あなるほど、はいはい、わかりましたね。ああ、要は、雨が、要は当たってないと、その、何ですか、その弾いた感じで映し出してるんだけど、雨がないと弾くものが何もないから映らない。っていうのを表現されてるんですかね。いや、それだったらすごいな、うん、感覚がすごいですね。おー。はしごがある。これは、何もなんないのかな、わかんないけど、引っかかってたか。わあ。見えないという不安は雨を求めた。なるほどね。雨に当たってないと自分を表現できないんだ。しかし。ああ、やっぱ映るんだ。あ、それは見られるということでもあった。ああ、やばい。これシリーズでやりたい。体験版レビューの時からそう思っちゃうっていうね。こっちじゃないのかな。ああいいですね。うん、まったりできる。なんかそれでいて不安感もあったりとか。あこっちにも行けるけど、ちょっとこっちのドアちょっと一回行ってみましょうか。調べる。目の前の門は歪んでいたが、少年の力では開きそうになかった。調べる。あーなるほどね、いけないんだな。まあストーリーが進んでいくといけるのかもしれないですね。あこっちにはいけるのかな。あいける、いけるけど、あ止まっちゃうんだな。これ車が止まってますが、駐車場なんですかね、これは。で、バツボタンでダッシュできるんですけど、まあ、世界観を楽しみたいから、これも急いでいくっていうのは、怪物ですね。2匹。これは走んないとまずそうです。あー、そういうことか。なるほど、なるほど。あー。これは、あれなんだな。一方的に攻撃されちゃうから逃げないといけないんだ。はい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 。なんで、これは要はその、こっから出てくるから、ここまで来たら、もう走って逃げる。っていう風にしましょうかね。はい、一体出てきました。異形の怪物が。だからもうこっからもう走んないとダメってことね。必死で逃げ込んだのだ。姿が消える場所へと。ああ、なるほど。要は、このために姿が消えるんだ。姿が消えてると怪物は見えない。一瞬、雨音が消え、怪物たちはそれに反応し、走り去っていく。なるほどね。これはちょっとやりたいゲームですね。ちょっとシリーズで本当にやりたい。うん、ダメなのかな？これはもうこっちに行けないのかな？何もできないですね。としたら、一回車がちょっとあった場所まで戻りましょうか。お！少女がいましたね。あ、追われてる。あ、なるほど。少女も姿を消すことを、が分かってるってことですね。これはいけないんだ。これどうやっていくんでしょうね。こっちはいけないんですよね。うん。あ、なるほど。さっき異形の怪物たちが壊したそのドアに入っていけと。はあ、なるほど。はい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 。ああ、なんかドキドキしますね。これドアは入れないのかな？あ、無理か。
いやー、これは面白いぞ。あ、少女が今逃げてる。あ、でも追われてるんですよね。あ、やば。あ、違うか。そう、少女を助けに行きましょう。少女は通りの先へ行け、少年と怪物先は取り残された。やばい。あー、あ、はいはいはい、なるほど。あー、俺もうほんと容量が悪い、容量が悪いですね。あそこのあの何、雨が降ってないあの雨取りできるところに行きなさいと。了解しました。少女は通りを先に取り抜け、少女と怪物だけが取り残された。要はこれだと見姿が見えていない、またなおかつ止まっているので足音も聞こえないっていうことですね。でこいつらを要は姿がパッと映ったとしても中にこう消えれば反応はしない。なるほど、怖いですね。で、こうですね。で、今ここに、ここは何の反応もしないってことですよね。だからまあちょっととりあえずあの向こうの方に行きますか。こうですね。こっから先はどうするんだろう。あら、行けないな。いや、これどうしよう。わかんないよ。これこっち側行けるのかな。あ、行けるんだ。ああ、はいはい。これはバス停かなんかですかね。はいはいはい。なんだろう。遠くに大きな屋根に見えたが、そこまでは走るしかなさそうだった。わあ、怖い。もう走るしかないんだよね。やばい、やばい。うわぁ、怖い。怖い、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 怖い。うわ、やばい、やばい、やばい。あ、大丈夫か。はぁ、難しいね。でも、思ったんですけど、このか、え？なんで？なんでだろう、今の。今、走って逃げましたよね。あ、ちょっと見えてたのかな。ちょっと待ってくださいね。遠くに大きな屋根が見えたか、そこまではやっぱ走るしかないんですね。あ、やば、ちょっと待って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 。反応はしやすい。で、今ですよね。今、要するに、今これがチャンス、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 チャンス。あー、怖い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 。あの階段の上何なんでしょうね。なんかちょっと気になるんだけど。OK。でもここでもうちょっと前に進んでいきましょうか。怖い、ほんと。姿が消えることは安全だと思っていた。だが、なんだろう。雨から逃れると足跡だけが浮かび上がる。なるほど。あー、なるほど。怪物も、怪物も消えちゃうんだ。やばい、ちょっとわかんないわかんない。いやー、やめて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 。ちょっと待ってちょっと待って。これ上に残れないのかな。あ、わかんないわかんない。どうしよう。進むべき道は怪物によって塞がれていた。どうするんだろうこれ。足音をかき消すほどの大きな音なら反応するかもしれない。何かあるってことですかね。あ、なるほど。はい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 。反応したからここを今の状態でこう。 OKOKOK。 これでまた登れるってことですかね。登れないのか。あ、登れるんだやっぱり。あー、すごい。この少年結構体力あるんですね。うわっ、あ、なるほどなるほど。あー、でも、あ、やばいやばい。怖い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 。あ、
難しいです。あそこ走って通り抜けないとダメなんですね。あ、難しかったな今の。 OK、 さあ続いていきましょう。いやーすごいですね、描写が綺麗だし、うん、要はここ走り抜けないとダメって、走り抜けてジャンプって、あ、やばい、いや難しいですこれは難しい。こういつまでたっても少女と会えないっていうね。いやちょっとね申し訳ないですね、あのゲームが下手くそで申し訳ないですよし、でもうここら辺からこう走って、でこうだ、おお、いけた、おお、難しいですね。お、なんだ、あ、少女も向こうに行ってますね。少女の後を追いかけろってことでしょ、要は。まあ、むず、あ、でも、これは、こう行けってことですよね、要は。はいはいはい。でも、足跡見えちゃうんですけども、あー、でも、うん、足跡で、うん、なんか少年が今いるところがわかるよっていう。でもこれはまあ、でも、なんかアイテムを使うとかないから、その先で再び少女を目にした。あ、少女は何もできないの？会えないの？話せないのかな？泣いてるのかな？泣いてるように見えますよね。え、どうしたらいいんだろう、これ。少女は気づいてくれてはいませんね。そこに現れたのは少女だけではなかった。ん？なんだ。月は二人を導くように階段を照らしていた。調べる。月が導く階段には足場が邪魔しないように。なんで、もう一回。足場が邪魔して登れなかった。あー。どうしたらいいんだろうね、これ。したら。こっち側に行けってことですか？いや、違うな。調べる。いや、違いますね。これどうしたらいいんだろう。これこっち側に行けるのかな？あ、行けるんじゃん。あれ？これ。あ、やばい。ちょっと待って。やばい。本当にやばい。ビビクッター。いやー、難しいですね、これ。うわお。どうしよう。これはどうしたらいいんでしょうか。ま、要は、その、長女が言った月が導く階段には足場が邪魔していけないんですよね。うん、だって、登れないですもんね、これ。これ、戻れると。なるほど。あそこのはしごも使えないんだ。じゃあ何かしないといけないんだけど、なに、この階段は、あ、取れないのか。あ、やっぱそしたら、こっち側に行くしかないんでしょうけど、こっち怪物がいるんですよね。ほら、怪物がいるから、あ、ほら、反応しちゃってるもん。これどうしたらいいんだろうね。あ、やっぱ無理だもんね。どうしたらいいんだろう。いや、申し訳ございません。ちょっとね、時間がかかってしまって申し訳ないんですけども、ちょっとお待ちくださいませ。このドアには入れないんでしょ？ちょっと待ってくださいね。あの怪物がこっちに来る、こっち側から出ることはできるんだ。だから、ちょっと待ってください。あの怪物を誘おう。まず誘おう。で、まあ、誘ってこっち側に引っ張ってくる。で、俺はこっち側に逃げる。どうなんだろう。あ、壊してくれましたね。どうなりましたかね。これで調べる。一体の正直だけでは足場は崩れなかった。あ、もう一回しろってこと。
うわぁ、雨だ。雨が降ってるよっていう。へぇ。来ましたけども。あ、いましたね。要は俺は、察知されないといけないってことだから、向こうまで行かない。4時の行き場の終わりで、怪物を見つけた。反応しないんですね。やべ。あ、なるほどなるほど。連れてこいってことね。うわー、難しい難しい。わ、ちょっと待って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 。おお。もう全力疾走なんだけども、これはちょっと待って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 。あ、壊れましたね。え、で、どうなったの？視点か変えられないから。あ、怖ーい。あ、怪物は倒れたんですね。あー、これでやっといけるんだ。おー、すごくよくできてる作品ですね。おー、ゾクゾクしてる、今。なんかすごいですよ。サブイブ立ってますもんね。あ、これでいけっていうことですね。わー、すごい。はー。レイン。雨を止むな、少女まで消えてしまうから。私はこのゲームを買います。これは素晴らしい作品ですよ。引き込まれますね。その、なんて言うんだろう。絵本を読んでる感覚。で、絵本の登場人物を動かす。要するに自分たちはその少年に成り代わって。で、その少年は少女を見つけた時にどんな感情を抱いたのか。もしかしたら好きになったのかもしれない。一目惚れっていうか。それか、その少女が何かわいそうに見えたとか。何かしらの感情が動いて多分追いかけたんだと思うんですけど。それを追体験してるって感じでしたね。いや、これはちょっと体験版、やりましたけども、シリーズを開けていくかどうかは分かりませんが、個人的には買いたいなと思います。ちなみにですね、今まで体験版レビューしたソフトは全て買っております。いやー、すごいですね。ライン、面白かったです。まあ毎度のことなんですけど、いつも面白く体験版をレビューさせていただいております。これからもね、なんかいろんなゲームソフト、まあ今までやってなかったジャンルとかもやってみたいなと思います。それでは、今回は体験版レビュー「レイン」をお送り出しました。それではお疲れ様でございました。はい、お疲れ様でございます。のどごし先生こと野口です。今回は自分のチャンネルの紹介をさせていただきたいなと思います。それでは皆様、いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ。どうぞ。身の安全を図るんですね。はい、超怖。ちょっと待って。倒したな。やべ、 B 入ってるよ、 B 入ってる。あー、グイ、これ OK 倒した。ナイス、 OK 倒した。で、打ってリロードしてタクティカル投げて打つのがタクティカルキャンセル。ワッチ、何を言い出すんだ、そうって。お、何、これで、おー、何、面白いと思ったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。